今期現役のエネオス。期待された株主還元。自社株買いは2000億円。こんばんは。ふくりで増えるです。今回のテーマはエネオス。25年3月期は現役予想も。自社株買いは過去最大規模。ぜひ最後まで見てください。目次です。1、2000億円。 2. 資本効率アップ。3. 今後どうなるまずは2000億円から。エネオスが24年3月期の決算を発表しました。発表された決算がこちら。純利益は前の期に比べて2倍の2881億円で着地。ガソリンや軽油など石油製品の利幅が 1>, 1リットルあたり3円ほど広がり、利益を押し上げた形となりました。石油の元売り業界では、企業再編や製油所の能力削減が進んでいます。それにより、石油の需給が引き締まっています。新型コロナウイルス化による需要源が回復し、航空会社向けのジェット燃料の販売も好調です。また国際的な原油価格も、 過去2年間は1バレルあたり82ドルから93ドルと底堅く推移しており、原油価格と製品価格の差である利幅も確保しやすい環境となっています。エネオスは25年3月期に最大で2000億円を超える自社株買いを実施すると発表。同社では過去最大の規模となる予定です。 買い付ける上限は6億8千万株。自社株を除く発行済み株式のなんと22.68%に当たります。石油製品の利幅が堅調で業績が改善しており、株主還元を手厚くし、資本効率も高めていく考えです。エネオスといえば、昨年23年12月、酒によって女性に抱きついたとして、 当時の斎藤武史社長を解任。当社はその前年も、前会長がセクハラ行為で辞任しており、2代続けて経営トップが女性への不適切行為で辞任する異例の事態となりました。前代未聞のニュースが世間を賑わせたエネオス。昨年12月に社長が解任されてから、初の本決算となった今回、失った信頼を取り戻すために、 株主に対する誠意と言うべきか。今回の2000億円の自社株買いは、同社として過去最大規模のものとなります。2月の第3四半期決算時にも500億円の自社株買いを公表していますが、それじゃあ足らんということだったのでしょうか。エネオスは株主還元方針として、総還元成功を在庫影響を除いて、 純利益の50%以上としています。2月に発表した500億円の自社株買いは、この還元方針に伴ってのものでした。今回発表された2000億円の自社株買いは、資産効率を追求し、ポートフォリオの見直しにより、財務体質が量化したとのことで、資本効率の向上や、中長期での企業価値の最大化の観点から、 還元を決定したとのこと。ガバナンスの面はさておき、企業としての経営体質は確実に良くなっているエネオス。続いては、資本効率アップ。24年3月期は、白油、輸出マージンの前期のマイナスタイムラグが判定したことに加えて、実質の白油、化学品マージンの量化などにより、 在庫影響を除いても営業利益は大幅に増益となりました。そしてこちらが今季25年3月期の予想値です。白油、輸出マージンのプラスのタイムラグの解消を見込んではいるものの、事業会社エネオスの製油所トラブルの改善や、電気セグメントにおける調達ポートフォリオの見直しなどを主因として、在庫影響を除いて 営業利益は前期並みの水準になるとしています。エネオスは現在、3年間の中期経営計画の1年目を終えたところ、今期はその2年目となります。資産効率に基づいた保有資産、事業の見直しを進めるとともに、最適資本構成、資本コスト低減を追求し、バランスシートを最適化しており、 昨年24年3月期は保有資産の売却などを進め、手元現金は前年と比べて大きく増加しました。今期は現役によりフリーキャッシュフローも大きくマイナスとなりますが、株主還元できるだけの手元現金と資産は確保しています。純利益に占める配当と自社株買いの比率、総還元成功は24年3月期と 25年3月期の平均で85%になる見込み、26年3月期まで3年間の中期経営計画で総還元成功50%以上を目指しています。宮田社長は記者会見で、自己資本利益率 ROE を改善し、中期的な企業価値の最大化を実現すると話しました。 今期25年3月期の ROE 目標は7%。次の26年3月期はこれを10%と2桁にしたい考えです。では、今後のエネオスどうなるのか ?ROE 目標実現のための今後の取り組みがこちらです。まずは ROE の R、稼ぐ力の強化から。 UCL の低下とは、計画外のトラブルによる稼働率の悪化をできるだけ少なくすることを指します。これは主力である事業会社のエネオスの製油所トラブルの削減が目下の課題であることを指しています。エネオスに限らず、石油元売り各社は、需要が縮む石油に代わる脱炭素時代の燃料の開発も急がれており、 既存の製油所で稼いだ資金を水素や合成燃料、再生航空燃料などの事業化に投資しています。足元の業績は堅調ではあるものの、成長投資もかさむ中、株主還元も含めた資金配分の難しさが今後は増していきそうです。また、ROE の E 最適な資本構成の実行では、 財務体質が良化したことで施策はしやすくなっています。今回の大規模な自社株買いなど機能的な株主還元に加え、引き続きバランスシートマネジメントで最適資本構成を追求していきます。例えば、前期24年3月期は金属事業における資源精錬事業の一部売却やエネルギー事業における資産の売却、 その他、2021年以降は、政策保有株の売却も進めています。企業としての経営体質は確実に良くなっているエネオス。株主還元は今後もさらに強化していくものと考えます。ということで、今回の動画は以上です。高評価チャンネル登録で、ぜひぜひ応援していただけると嬉しいです。 最後まで動画をご視聴いただき感謝しています。いつも本当にありがとうございます。幸運を